さすらいのアウトロー国枝裕太。悪の強いビジュアルとボクシングスキル、フェザー級戦線に風穴を開けるべく関西から破壊のリングに飛び込んだ国枝は29歳のアグレッシブファイター。佐藤さん、はい、林がパンチ放ったその後でしたね。まあ、僕の中でめっちゃ派手で、まあ、結構華のある大会やし、格闘技を知らない人でもその K-1 クラッシュって名前を知ってるから見てくれるっていうのがあったんで、まあ、そういうところでいろんな人に見てもらいたいなという気持ちがありました。己のギラつきを内に秘め上昇志向を見せる国枝。あかんたれだったという子供時代、母親の勧めで4歳から空手を始めた。当時の国枝のヒーローは亀田光輝。自分が言ったことをもうそのままその通り試合で結果が出てたんで、僕が見てる試合は全部亀田光輝さん試合はまあ10戦ぐらい大阪から出て、であんなにボクシングの試合を見にお客さんを集めるって本当すごいなと思って、自分もあんな風になりたいっていう。中学からボクシングに転向しプロも目指していたが17歳でドロップアウト。練習戦でも勝てるわから始まって、練習せず遊びに行って遊んでる方が楽しいわってなって、まあ、試合出るより遊びの方が優先になっていって、はい、24歳の時国枝に転機が訪れた。周りに格闘家が結構いてたんで、いろんな人の試合を見に行ったりして、同じ体重やったら多分負ける気してなかったんで、もうこれぐらいのレベルやったら僕もいけるかなっていうキックボクシングの試合見に行ったりして思ってました。もともとボクシングのベースがあった国枝はジム入門後3ヶ月でプロデビュー。関西を中心に多団体でキャリアを重ねていった。そして今年1月クラッシュに初参戦。手がついた、それでも倒れない、国枝倒れない、近い距離拳が交差する、偉大な敗因がよろめくように倒れていった。いや、めっちゃあの試合緊張しましたね。新日本キックでも MA 日本キックボクシングでも後楽園でやってるし、ホーストカップでもエディオンアリーナでも試合してるんで、全然会場にっていうよりもう団体に飲まれましたね。あれはやっぱクラッシュ K-1 グループってこんなに熱ある大会なんやっていうのがありましたね。クラッシュデビュー戦こそ本来の戦いを見せられなかったものの、2戦目は会場の雰囲気に飲まれることなくド派手な KO 勝ち。嬉しかったですね、めちゃめちゃ、はい、勝手にリングでちょっと跳ねてましたもんねとりあえずクラッシュタイトルマッチ圏内におるやつら全員まあ倒していって、まあ1人ずつ KO で倒していったら勝手にタイトルマッチできるんかなと思ってるんで、とりあえず1人ずつ倒していきます。連続 KO 勝ちを目論む国枝の相手はミラサクレック軍団軽量級の優高弘。6歳から格闘技を始め17歳でプロデビュー。ムエタイのベルトを3本巻いた29歳。2018年からクラッシュに参戦。3月のケーズフェスタではフェザー級のトップファイター久村修平と対戦。ムエタイをベースとした戦いで久村を最後まで手こずらせた。久しぶりの試合でまあ緊張しちゃうかなと思ったんですけど、まあ、そんなこともなく普通にあの雰囲気あの場なんか楽しめたかなって自分的には思います、はい、この一戦に勝利した久村は5月の K-1 で K-1 フェザー級王者椿原達也と接戦を展開。まあ、あの試合見てモチベーション逆に上がりましたね。久村君すごいチャンピオンと僅差だったじゃないですか。すごいいい勝負したんで、僕ももう一回ちょっと頑張ればあそこまでいけるなっていう逆にちょっと自信がついたですね。小足のリングに参戦して3年。戦国時代と呼ばれるフェザー級トップ戦線で名を成すためには劇的な勝利で己の存在感を示さなくてはならない。くしくも6月25日は同じフェザー級でタイトルマッチがラインナップされている。高博にとっては自らをアピールする絶好のチャンス。僕の勝ち方とメインの試合
を比べて見てもらえればなと思いますね。誰が来てもやる準備はしてたんで、 KO で倒せばその発言権ももらえるんで、もうベルト取んないでもう4年ぐらいになるんで、そろそろ取らなきゃなって思いますね。どっちが濃い29年間、殴り合いで濃い29年間生きてきたか教えたろうかなと思ってますね。6月25日後楽園ホール、フェザー級、成り上がるのはどっちだ。